こんにちは、ピカチュウ永井です。論より証拠ということわざがあります。これはいろいろ議論するよりも証拠を出した方が早いよという意味です。例えば、まあ、昔とあるところにとある夫婦がおりまして、どうもその妻がですね、旦那の方を呪い殺してやろうとしている、そんな噂が流れました。そこで、まあ、妻を問い詰めるわけです、ね、本当にそんなことをやってんのかみたいなね。それとこう、まあ、妻の方ものらりくらりと言い訳をします。そんなわけないじゃないかと、なんでそんなことするんだみたいな言い訳をするわけです。でこのままじゃ拉致が開かないなということで、ローンは証拠の藁人形なんて感じで、五寸釘を打たれた藁人形をこうズバッと見せるわけです。これお前だろうみたいなね。でそれをこう見せられた妻の方はいよいよ観念して認めると、まあ、そういうお話なんですが、これ本当にあの論より証拠の元になったお話らしいです。正確なところは分かってないんですが、このお話からこの言葉が来てるらしくて、その証拠にイロハガルタ、イロハガルタの論より証拠の札は五寸釘を打たれた藁人形が書かれております。というわけで今回は論より証拠のお話でした。以上です。ありがとうございました。